しぐれうい、実はね、Vフェスに出たんですよ。知ってる？幕張で歌ったんですよ。すごくないですか？一個前の週、幕張、シャニのライブで行ってるんですよね。わし、ここで立つのかって思いましたけど。あとセンターで笑った。その話もしましょうか。しぐれはスイートマジックをね、歌いましたよ。こんなピンクだったんだ、後ろ。ハート、ハート、ハート。パッパッパラッパッパッパラッパのやつ。プロセカで、あやたら好きなユニットのね、曲からね、選びましたね。あと問題のセンターの件なんですけど、あの V フェス全体のオリジナル曲っていうのがありまして、ピースっていうね、その曲をいっちゃん最後に歌ったら、しぐれうい、ドセンターって、これ私も聞いてなかったんですよね。リハとかではここら辺に行きまーすって言われてたのが、多分カナタンら辺の位置だった気がするんですよ。で、実際立ったら、あれ、めっちゃ真ん中だけど、え、いいんですか？まあ、位置なんてね、どうでもいいんですよ。みんな位置そんな気にしないだろうし、まあまあって思ってたら、コメント欄とかツイッターとか、なんかしぐれうい真ん中でクサって言われてて、うい、真ん中なんだ、頑張ってとかじゃなくて、クサって言われてて、なんでだよ。私一応これが初リアルイベントだったんですけど、おめでとうとかじゃなくて、くさ、おもろって、笑ったわとかめっちゃ笑ってて、不本意だったな。ういのオタクは喜んでくれないんか？確かに、左はね、ノリプロだし、神楽目山置いといて、右の子はホロちゃんたちだし、まあ、よくわからん私らが真ん中に来るしかないよなとか思いながらね。しぐれうい、俺たちのセンターだ。俺たち？今、君一人しかいないはずなんだけど、何、一年 C 組のセンターってこと？めっちゃ嫌なんだけど。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ。